今回は隙間時間でできる簡単体操を紹介します。まず背もたれがある椅子であれば背もたれにもたれていただきます。で、その背もたれから背中を離しましょうって体を起こしますね。背もたれから背中を離しましょう。お腹を触ってもらってください。お腹、腹筋がすごく頑張ってます。体幹の力ですね、これがどうしても弱くなると姿勢がふにゃっとね、姿勢はもたれた姿勢になってしまって力を使わないっていうことがよくありますので、背もたれから背中を離しましょう。離しましょう。10回参ります。1 2 3 4 5 9 10このように行います。この運動を横から見てみましょう。次は年配の人におすすめ肩甲骨を寄せる船漕ぎ体操。年配の方というのはですね、背中が曲がっているのと同時にですね、肩も結構前に来ています。肩甲骨が外転しているという状態ですね。ですので肩甲骨は背中で寄せましょう。こういう運動ですね。手を前に出してからよいしょっと胸を張る。手を前に出してからよいしょっと胸を張る。二度と行こうまい田んぼの宮津、島の財布が空となる田んぼの宮津でピンと出した、こりゃこりゃ、ほい、こんな感じですね。ご当地の歌、季節の歌でやってみてください。次は生活動作で大切な結髪結帯動作体操。頭の後ろ、腰の後ろ、結髪結帯動作、頭の後ろ、腰の後ろ、ぜひこれをやってみてください。腰の後ろの場合ですね、上げ下げ上げ下げしてみてください。お尻に手が届く生活動作、とても大切です。トイレでお尻を拭く、あるいはズボンの上げ下げ、とっても大切ですね。下げ、上げ下げ、上げ下げ。次は背筋を伸ばす万歳体操、転倒に注意して。年配の時は手が上がらないんですけれども、手がよく上がります。万歳をして頭も上げてください。万歳、万歳、万歳。上級編はこれに足も上げちゃいます。万歳、バンザーイ、バンザーイ。転落にはくれぐれも気をつけて。次は足の4動作体操リズム編。立っぱなしだと足が曲がっちゃってます。はい、ですので足をキーンと伸ばしてもらってください。つま先の上げ下げも大切です。ピンと伸ばして上げ下げ、とても大切です。これで4つの動作になります。1、2、3、4 1、2、3、4。これは簡単な歌でぴったり合います。もしもし亀を歌ってみます。もしもし亀よ、亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いも呪わない、どうしてそんなに呪いのか。2番はちょっと早めますね。なんとおっしゃるさいさん、そんならお前と駆け比べ、向こうの山のふもとまでどちらが先に駆けつくか。
ちょっと忙しいですね。まあ、あとはですね、リズム体操ですね。足、足、ちょん、ちょん。足、足、ちょん、ちょん。に季節でぴったりの歌を合わせていきます。88話が出てくる歌何でしょうか。茶摘みですね。今の季節にぴったりですので、茶摘みの歌を歌って、足足ちょんちょん、ぴったり合うかどうかやってみてください。3はい。夏も近づく88夜、ちょんちょんのにも山にも乗り越えよう。ありがとうございました。さようなら。